今日は2017年9月の1日、9月になりました。よろしくお願いします。0時19分です。先ほどの枠でなんか音飛びとか映像飛びがひどかったっていうクレームがいっぱい入りましたので、枠を取り直しました。よろしくお願いします。はい、ガルーダさん、こんばんは。こんばんは。よろしくです。治った？オッケーオッケー。よかったよかった。治った。バクってない？よかったよかった。多分ね、なんかさっき変だなと思ったのが、12時超えたあたりに一回数字がバカって減ったんだよ。バクが起きたから、多分ね、枠またぐ時っていうか、12時超えた時にバクったっぽいね。ちょっとそれが原因だと思う。後半急に来たでしょ。うい、あのラッキーワード2。はい、ゆうこさんは脱。実は風呂まで持ち込む私、入浴時間が長すぎるから。ああ、お風呂で見るのありだよね。俺も結構ドレさんの放送とかお風呂で見ること多いかもしんない。楽しいよね。こう、湯船使ってる間、配信見るっていうのは向いてるツールだと思うよ。お風呂でリラックスしてるときにね。いい使い方だと思う。ありだよね。
へえ、防水スピーカーで聞くんだ。すごいね。それはそこまでやったことないわ。それはすごいわ。挨拶なしで入ったら感じ悪いね。感じ悪いね。それはそうだと思うよ。普通に考えてそうじゃない？なんか普通に「オッス」とかさ「ワドツー」って言われると「オイッスオイッス」って感じじゃん。だけどなんか「お前さ」みたいな感じでいきなり来られたら「え、何なの？」ってなるでしょ。挨拶あった方が気持ちいいよね。パノラマスピーカーなんだ。へえ、なんてメーカーなの？すごいねそれ。アイワード2。そりゃそうっしょ。普通に気持ちいい感じがいいでしょ。ブーンだった。ブーン。サクッとらこんばんは。ロムするのは全然いいんだけど、挨拶もらった方が、まあ気持ちいいわ。気持ちいいよ。てか挨拶できないやつにろくな大人なんかいねえんだからさ。そのどう考えてもそうでしょ。普通に考えて。挨拶できないやつダメだよ。ブーンは名前？俺、パソコンのスピーカー JBL 買ってほんと正解だったわ。JBL のスピーカー。いや、挨拶は別に何でもいいんだけど、こんにちはでもこんばんはでもワドツーでもいいけど、挨拶はやっぱ大事でしょ。基本でしょ。バンバンアイテム投げないとまた生ポに戻っちゃうよ。生ポにはもう戻らないかな。あんまり生ポにいい思い出がない。赤黒なんだ。へえ。こんばんは、ルピカさん。いろいろ色があるけど赤黒が好き。俺も赤黒結構好きだね。赤黒結構好き。いいカラーだよね。目立つんだよね、すごい。音楽系アイテムだとグッとくる。音楽聴かなくなったな。スケボーやってる時音楽聴きながらやりたいなとは思うけどね。
グダグダ言ってねえで、 VVY アイテム投げろよ、ゴミが。グダグダ言ってるやつに限ってアイテム投げねえかんな。はい、ワード2いらっしゃい。ハンプティダンプティいらっしゃい。いや、言ってること間違ってねえだろう。グダグダ言うやつに限ってアイテム投げねえんだから、誰が相手にすんだよ。社会でも相手にされないよ、そんなくだらない生き方してると。そんなに俺が稼いでんのが悔しいのかね。そんなに悔しいの、オイラが稼いでんのが。それよりも自分の人生どうにかした方がいいんじゃないの。つまんない人生だと思わない、人の足引っ張ってばっかりで。やめた方がいいよ。天音くんはどつ、はい、黒忍者いらっしゃい。8月いくらまで行ったの、ご想像にお任せします。ご想像に。どうやって月収8万達成できるのか知りたいです。どうやって、こんばんは、やり方じゃないから、あり方だから。わかる、やり方なんて気にしてないよ、あり方が重要なんだよ。僕が去年いくら稼いだのかご想像にお任せします。挨拶に返事できない大人はまあダメだよね、うん、最近和道さんの配信すごく楽しいです。うん、知らない、勝手に楽しんで。ありがとうバーガー塾、ありがとう天音くん、頑張ってね。頑張って、応援してるよ、仕事ファイト。勝手に楽しんではないんじゃないですか。配信スタイル変えたんですか。変えてないよ、全然配信スタイル。勝手に楽しんでって何？何のこと？
こんなアイテムも投げねえ、フォローもしねえ、ゴミみてえなやつになんで俺が媚び売らねえといけねえんだよ。普通に応援してくれてる人に対して失礼だと思わない？キキさん。俺は応援してる人には感謝するし、毎日ありがたいと思って寝てるけどさ、なんでこんなゴミみてえなやつに感謝しないといけないのよ。俺の放送でタダで見てる泥棒だからね、こいつら。そうそうそう、マイアン若津、いらっしゃい。言いたいことあるんならアイテムの一つぐらい投げろっていうのは普通だと思うよ。普通でしょ、どう考えても。別に凝ったこと言ってないよ。ゴミに向かってゴミって言って何が悪いんだって。こっちは楽しくやってんだから、うちのリスナーさんと。そうだよ。じゃあ別にフォローしてもロムってても普通に見てても別に構わないわけだ。だから何の役にも立たないゴミと会話することはないっつっての。おい、ワカメいらっしゃい。でしょ？何の生産性もないんだから他行けよって話よ。別に困ってるわけじゃねえんだから。応援してくれてる人たちに対して失礼でしょ。見たいもん黙って見てりゃいいんだよ。言いたいことあるんだったら配信やれやいいんだから。自己主張、ただで無料でさ、いくらでもできるわけよ。でしょ？違う違う違う。孫さんが言ったのは、私の頭が前進して、私の頭が後退してるのではないって、私が前進してるのだって言ったんだよ。厳しい意見っつうかさ、もっこりさんも同意見でしょ。それは応援ではないじゃん。なんかさ、見てるだけで厚かましい人とかいるのよ。なんか俺はずっと見てやってるぞとか。で、そういうこと言うやつに関してさ、別に見たきゃ見ればいいけど、なんでお前上から目線なんだって思うよ。思わない？なんで、どういう見解なんだろうっていう。お前が勝手に好きで見てるだけなんじゃないのって。別にそこは否定しないけど、突っかかってくるやつとかね、別にいらないでしょ。これ普通のことだと思うよ。俺にはブロックする自由もあるけどね。まあみんなにもあるけど。孫さんすごいよね。まあとにかくアイテムも投げないでグダグダ言ってるやつに俺が感謝することはないよ。不特定多数に相手にしてるからしゃあない。俺は別に店側が客を選ぶ権利あると思ってるから、全然あると思ってるよ。だから好きにやれやいいんじゃないの。俺は楽しい人と楽しむだけだから。店選べばいいじゃん。文句あんだったら見なきゃいいんだから。そう言ってるだけだよ。ルピカちゃん、風船ありがとね。ルピカちゃん、ありがとう、風船。この程度がどの程度なのかよくわかんないけど。この程度ってどの程度？なんだ、文句も何も迷惑かけてないからね、別に。
迷惑かどうかは和道さん決めることだよ。自分から見に来てるんだよ。嫌だったら見なきゃいいだけじゃん。権利があるんだから。自分で嫌なもんを見に来てて迷惑かけられましたって当たり屋かよ。犯罪でしょ、普通に。初見さんいらっしゃい、若菜さん。よろしくでーす。見たくないもん見なきゃいいんだよ。でしょ？それで迷惑かかったとか意味がわかんないでしょ。俺、お前と会ったことないんだから。会ったことある？僕ないですよ。というのは記憶にはないです、僕には。客っつうのは金を払うのを客っつうんだよ。おめえが金払うわけねえだろ、バカが。よく言うわ。クレーマーだよ、お前がやってんのは、ただの。なあ。ただのクレーマーだよ、クレーマー。だから見なくて結構だっつってんの。勝手に見てる分際で偉そうだっつってんの。見なきゃいいんだよ。こんばんは。見なきゃいいじゃん。クレーマーって金あんま払ってねえで、クレームもクソもねえだろ。なあ、初見さんいらっしゃい。なあ。リスナー様からお金をいただきたいんですよね。リスナーじゃなくてファンからお金をいただいてんの、俺は。それで生活をしてるの。なんでそれがわかんねえんだよ。働けよ、お前ら。はい、コロンちゃんいらっしゃい。また来てね、ルピカ。おい、風船ありがとう。コロン、風船ありがとう。いや、アンジじゃないよ。こんなん、ゴミだよ、ゴミ。お前はファンじゃねえよ。ファンだったら金払うだろ。ファンだったら金払うだろ。ありがとう。花火ありがとう。ええー、花火ありがとう。いいね。ドリームさんありがとう。これがファンなの。ドリームさんみたいな人のことをファンっていうの。お前らはファンでも何でもねえから消えろ。お、薬剤師さんいらっしゃい。はいはい、また来てね。配信業じゃない、俺はプロ配信かな。俺はプロ配信家。140人配信見ててお前閲覧が減ってるってどういう見解だよ、お前頭おかしいんじゃねえの。じゃあお前140人のファンがいるのかよ、お前には。いねえだろ。自分で150人のファン作れるようになったから言えよ。
はい、花火ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。これがファンだよ。これがファン。やっほい。これをファンって言うんだよ。お前らゴミと違ってよ。カウントされたくなかったら見るな。お前の嫌われっぷりすごいよな。嫌われてたらこんなに閲覧ねえよ、バカが。悲しい無職。みんな俺のことプロ配信家として認めてます。みんなプロだと思ってるの。無職はてめえだわ。ライバルは自分。はい、こんばんは。それで飯食ってんだからプロだろ。いや、別にアンチ増やそうと思ってないですよ。いや、飯が食えてたらプロでしょ。どう考えても。苦しいよ、言い訳。どうなん、なんでなんだろうね。よくわかんないけど。じゃあ、お前にとっての仕事って何なの？お前にとっての仕事って何なの？プロって何なの？VVY が思うプロって何？VVY が思う仕事って何なの？VVY が思う、君が思うプロって何なの？
君が思うプロ。俺はプロ名乗ってんの今年入ってからだわ。バーカ。にわかが。プロ名乗ってんのは今年入ってからだよ。飯食えてんのがプロでしょ。飯食えてんだから。それでプロじゃなくて何がプロなの。それがプロじゃなくて何がプロなんだよ。どっからどう見てもプロだろ。おい、リュウホーです。ますわだつ。新人かどうかなんて関係ねえんだよ。それで飯食えてんだからプロだっつってんの。いらっしゃい。旅するからアイテムくれなんて一言も言ってません。言ってないです、僕は。言ってません。かなこさん、ありがとう。解放、お疲れ。こんばんは。本当だよねえ、花火飛ばせって話だよね、龍鳳さん。これギターでしょ。ギター、ギター。妖怪、てめえが花火投げろよ。人にサイズすんな。おめえが投げろ、アゴッチ。だけじゃねえから信用があるからこうやって閲覧があるんだろなあ。初見さんいらっしゃい。就任が合ってるかな。開放音が合ってない。だから投げる気がねえんだったら去れよ。投げる気ねえんだろ。応援する気ねえんだったら去れよ。花火投げてる人に失礼だわ。
ここは俺のファンのための放送なんだよ。俺のファンじゃねえやつは消えればいいだろ。俺のファン以外見なくていいんだから別に。ありがとうベリー、花火ありがとうベリー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 、花火ありがとう。いいね。ビリーありがとう。ビリーサンキュー。ほら見ろ、こういうファンがいるんだよビリー。なあ、お前らみたいなゴミで文句しか言わねえやつは違うんだよ。いつも相手してくれてありがとうなって、これがファンだよ。分かったか、勉強しろ。それじゃあ、ヤタガラスさんね、金も投げない、フォローもしない、なおかつ文句を言う人が俺にとっていらないやつなの。ゴミだっつってんの。ゴミだっつってんの。ありがとう、龍鳳デスマス、ありがとう。ありがとう、龍鳳さん。クール花火ありがとう。龍鳳さんありがとう。ゴミが効いてきたよ、ゴミが。一生指くわえてろ。俺みたいにファンが いねえんだろ、悔しいんだろ。いやほい、だんだん聞いてきたな。花火上がったら黙っちゃったよこいつら。黙っちゃったよ。さっきの勢いどうしたよなあ。ああ、かなこさんフォロー大歓迎ですよ。フォローありがとう。よろしくね、かなこちゃん、これから。ちげえよ、チキントレーダー。ファンは俺が喜ぶ顔が見たいから花火をくれんの。俺のこと応援するために花火くれんの。バカだね。フォローありがとう。ブロックされたらフォローを外れるから再フォローして。
アイテムやらないと枠見たらいけないなんて言ってないよ、俺は。そんなこと一言も言ってないよ。俺はそういうふうには考えてない。やほい、UFO ありがとう。金に余裕がないんじゃないの、志が高いの。ねえ、ビリーね。人の使う金なんか自由じゃんな。なんでグダグダ人に言われねえといけねえんだよな。楽しむ気がないやつは俺はいらないからなあ。みんな楽しもうぜ、 KP 楽しもうぜ。楽しいことかやって金稼いで何が悪いんだよ。ガンガン稼ごうぜみんなで。リア充イヤホイ。8月何本稼いだの？秘密ですね。ご想像にお任せします。ご想像にお任せします。イエーイ、稼いでこうぜ。花火バンバン上げてこうぜ。そんなに羨ましいのかな？そんなに羨ましいのかな？ただ面白いことやって花火いただいてるだけなのに。面白いことね、やって花火上がって生活できて何文句があるのか全然わかんないよ。どういうこと？ねえ。本当だよね、かのこさんね。はい、もろさん来た。これもろさん花火ありがとう。ありがとうございます。もろさん花火ありがとう。あれかな、あのもののけ姫かな。もののけ姫、うん、もののけ姫かな。その分に関しては返還 しますよ、もろさん。ありがとう、あざーす。いやー気持ちいいっすね、モロさん。初見さんなのにごめんなさいね、花火いただいて。嬉しいっす。ありがとうございます。羨ましいんじゃなくて鼻につくんだと思うよ。なんで鼻につくの？見なきゃいいじゃん、鼻につくんなら。うん。ありがとうございます、モロさん。もののけ姫みてえな。今後ともよろしくお願いします。毎日安心してない。どうだろうね、楽しんでるだけかな。好きな人と好きな時に好きなことを好きな場所で好きなだけやる、うん、楽しいよ、自由だからね。で、あの俺のファンと時間を共有してね。
で俺は最高の人生を歩んでいくと、海外に住んでフェラーリ、ランボルギーニ、ゴースト、わかる？俺はただ人生楽しみたいだけだから。ありがとう花火、ありがとう。異議申し立てじゃなくて請求書が来てないです、まだ正式な請求書が来てない。モロさん、大花火ありがとう。来たら3ヶ月以内に異議申し立てできるんで大丈夫ですよ。モロさん、ありがとうございます。いいねいいね。狭い部屋、俺は家賃別に金かけない方だから、見え張る必要ないから、俺はいいの。初見さん、いらっしゃい。大ちゃん、よろしく。俺は自由にやっていくの。ああ苦しいね、運営の桜が投げてるだって。苦しいよ、言い訳が。そんなに羨ましいのねえ。自由にやってて楽しそうに仕事してる人がそんなに羨ましいの。お前の人生が惨めになるだけだぞ。自分の人生を変えろ、もっと真剣に戦え。戦ってない奴は何言っても響かねえよ。ねえ、お、成田さんいらっしゃい。彼女住んでるわけじゃないよ。成田空港の成田なのかな。ありがとう、かなこさん。見え張ってるのは別にタワーマンションとか住みたきゃ住めばいいじゃん。俺はただ住まないの。家賃別に狭くて構わないから。わかる？俺は自由にやってるだけなんだっつってんの。好きな人とおしゃべりして金稼いでんだよ。はい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 、よく遊びに来てんすよ、成田さん。成田さんって成田市の成田さんなの？成田のどの辺に住んでんの？ヘタレン、こんばんは。自由じゃんね、全然。そんなに羨ましかったら配信始めればいいじゃんな。リスナー煽るパターン芸とか煽ってないから、別に当たり前のことを当たり前に言ってるだけなんだよ。一人暮らしで別に十分でしょ。東京なんか家賃高いんだから。桜じゃないよね、モロさんに失礼だよね。桜とかも言い訳苦しいよな。一人で別にさ、7畳ぐらいの部屋なんか東京普通だと思うよ。普通でしょ。煽ってないよ別に。煽ってんのはお前らだろ、ブーメランだわ。社会的信用って何？社会的信用ってさ、社会的信用って何すかねえ。他人の人生にケチなんかつけんなよ。別にお前に直接迷惑かけたわけじゃないんだから。おい、スーさん、お疲れ。無職じゃねえって、プロ配信家だっつってんの。プロ配信家まだわかんないの？プロ配信の、プロ配信の、稼げてんだからプロだろうがよ。成田空港、え、よく成田空港言われるから、自ら、あ、成田さんって名字なんだ。ミスタービッグさん、ありがとう、アドバイス。大丈夫だよ、冷静だよ。うちのファンはね、大丈夫。俺が言ってること信じてくれてるから、ついてきてくれてるから、もう長いから。ありがとうね。まあ、初見さんだとね、あ、こういう人なんだなって思われちゃうからね。ビッグさん、ありがとう。冷静だよ、俺は。安定した収入あります。はい、安定した収入あります。はいはい、大ちゃん、またね。もしよかったらフォローしてね。配信で食ってく夢もこうやってバカにされてきたんだよ。そうそうそう、鎖骨さんいらっしゃい。で結局さね、配信で食えるようになったらさ、どこ行ったんだよな。職業欄はプロ配信家だっつってんの、アキさん。おい、ロビさん、こんばんは。はい、フォローありがとう。中央公園さん、横山緑がふわっちに来ることについて一言。ああ、ウェルカムですよ、ウェルカムです。先輩ふわっちゃーとして、お迎えします。
稼げてんなら仕事だよね。ねえ、稼げてんなら仕事でしょ。アンチはてめえだよ、アゴッチ。突っかかってくんなよ。フォローしたりさ、コメントで応援してくれてる人がいるんだよ。てめえみてえなフォローもしねえ、アイテムも投げねえ、コメントは突っかかってくる。ゴミクズだっつってんの。てめえがゴミだよ。アンチでもなんでもねえわ。かなこさんは大切な仲間なんだよ。ローン組む必要なんかねえんだよ、バカが。VV は現金一括払いだよ。男は黙って。カードなんかいらねえわ。しょうもねえな。しょうもねえ。しょうもなさすぎるよ。花火を投げてから文句言えよ。文句言いたいやつは。読んでほしけりゃ花火投げろ。ああ、今ね、シャイニーはね、ちょっと遠征に出てる。アクエリオンによってね。はい、ロビさんバカありがとう。いや、そりゃそうでしょ。こうやって応援してくれてるファンの皆様のおかげでこの放送成り立ってるんですから。ファンの皆様は大事にしますよ、僕は。ファンは大事にします。ただ、ね、こんな突っかかってくるゴミクズに対してさ、大事にする理由なんか一つもないよ。なあ、俺はゴースト乗りますよ。この格好でこうやってロールスロイス乗りますよ。スピリットオブエクスタシー。うん、 ありがとうミスタービッグさん。皆さんのおかげっすよ本当に。アンチはほっときな。もしよかったらコメント、普通のコメントちょうだい。やっぱコメント欄がアンチで埋まっちゃうとさ、もうこいつらに構うしかなくなっちゃうからさ、普通の質問を受けつ、ね、書いてくれたら、全然。いや、ファンは大事にしますよ、僕は。ファンは大事にするよ。だって、ファンのおかげで俺の生活成り立ってんだから。はい、本さん、ハートありがとう。ありがとう、ハート。な、結果出してんのにさ、ぐだぐだ言うんだもん。何が不満なのか全然わかんないよ。職業、引きこもりニート。引きこもりニートじゃ飯食えねえだろ。なあ、お前だよ VVY。 引きこもりニートだったら飯食えねえだろ。どうやって稼ぐんだよ。おいロビちゃん、ありがとう。バーガーありがとう。そう思わない？引きこもりニートでどうやって飯食ってくんだよ。しょうもねえ。もう言い訳が苦しいって。届かないよ。俺はファンは大事にするよ。ファンとここまでやってきたから、俺はファンは大事にするね。え、消えてほしいよね。なあ太郎さん、こんばんは。楽しんでて。言い訳なんかしてねえよ。事実を言ってんだよ。事実を。事実を言ってるの。これで飯食ってますっていう。それだけでしょ。プロ配信家です。配信で飯を食ってます。以上です。おう、みのりさんこんばんは。久しぶり。みのりさんこんばんは。最近来てくんなかったから寂しかったよ。私はただただ和道さんの放送を楽しみにしてる毎日。ありがとう。これから一緒に作ってこうね、配信ね。別に嫌われてる嫌われてないとか考えろとか考える時間はないよね。俺は前に進むことだけ考えるから。別に嫌いなら見なきゃいいと思ってるから。嫌いなやつは嫌いなんでしょ。俺は別に全員から好かれようなんて思ってないよ。俺の味方になってくれる人をとことん大事にやっていくだけだから。そうでしょ。コキさんいらっしゃい。100万行ったことないっすね、まだ配信では。やっぱ商売人と働きありの考え方は違うと思う。お互いに否定するもんではない。己が決めた生き方。俺はだから自分の生き方を信じますね。賭けに出たんで。100万稼いでやろうっていう。
でっかいドリーム掴んでやろうと思って。タバコケースね、この前スケボーで転んで穴開いちゃったんだよね。修理したけどいいでしょ。もう4年使ってるからクタクタになってきて、色味が深くなってきたよね。いいでしょ。ありがとうかなこさん。偽善でも何でもねえだろ。俺は自分の信じた正義を全うするって言ってるだけなんだから、偽善でも何でもねえよ。東北ゴリラさん久しぶりだね。あ、低速 Wi-Fi の環境しかなかったんだ。そっかそっか。ありがとう、ヘタレン。一緒に頑張ろう。ファイトで行こう、ファイトで。革製品一生もんだね。うん。いいよね、革製品。かなこさん、いい人だね。こうやっていい配信やってるといい人が寄ってくるよ。谷さん、お疲れ様。痛むと愛着湧く、ショックだったけどね。でも、まあ、傷はしょうがないよね、物だから。諸行無常だからさ。自分のこと考えてくれてる人大事にしてる？考えてくれてんじゃない？お前はイチャモンつけてるだけなんだよ、うん、俺は心の通ってね、機械みたいな人間大嫌いだよ。俺は心のある優しい人と付き合ってくよ。新宿のバーはもうとっくにやってないよ、花井さん。とっくにやってない。多分自分のこと言ってんだろうね、うん、ブーメランだよ、ブーメラン。もう部屋の中で悔しくてしょうがないでしょ。努力をしないと結果は出ないよ。努力だよ、行動だよ。努力行動、努力行動。そこで初めて仲間ができるんだよ。何も行動を起こしてないやつに仲間なんかできないよ。俺がどこに住もうが俺の勝手だろ。俺がどこに住もうが俺の勝手だろ。お前には何の関係もないでしょ。働けよ、お前は。そうだよね。いや、俺先に革製品は結構好きだったんですよ。で、ジーパンが後に入ったから、ジーパンはもうリペアのお店も決めて、ちゃんと、メイン 100% の606のヴィンテージ履いてるから、一生ものだと思って履いてますね。うん。あ、谷さん、ありがとう。もしよかったらみんなフォローしてね。俺の考えに賛同してくれる人はぜひフォローしてください。お願いします。旅を途中で投げ出しちゃう？俺がやらなくていいと判断したらやらないよ。俺は自由人だから。フリーマンだから。別にサラリーマンでもなければさ、時間決められてるわけじゃないんだよ。好きな時に起きて、好きな時に仕事をして、好きなだけ稼ぐんだよ。わかる？フリーターに606マジで。でもね、606ね、ちょっとやっぱね、型が古いから、また上が高いよね、うん、そう、充実した生活を送ってればね、他人の生き方にケチなんかつけないよ。俺も全く同意見だと思う。自分の人生が不満だらけだから、他人にそうぶつけようとしてるだけなんだよね。言ってること変わってないですよ。一貫してますよ、僕は。関西今月行こうかなと思ってるね、うん、関西は今月行こうかなと思って。お前に関係あんの M。 俺が別に全国旅しようが何しようが俺の勝手だから、お前とは何の関係もないから、うん、大口叩かないでねえじゃないの。大口が嫌いだったら俺の放送見るな、以上だよ。応援する気のねえやつは見るな、以上だよ。また上が浅い方が、うん、ベルトがしっくりくるね。606、生地が最高っすよ。生地がいい。うん。和道さんの味方ではないけど、人の生き方を傷つけるのはおかしいと思う。うん、俺も同意見、同意見。だから、興味がなかったり気に食わなきゃ、見なきゃいいんだっつの。うん。俺は花火投げてくれて、ね、和道の生き方大好きだわって、応援するわ、楽しむわっていう人とやっていくだけだよ。そこに何の問題もないよ。誰が不幸になるの？誰の迷惑にもならないじゃん。勝手に自分が嫌いな人の放送を見に来るだけでしょ。見なきゃいいじゃん。
ねえ、見なきゃいいじゃん。見なきゃいいんだよ。ねえ、見たくなきゃ見なきゃいいんだから。見たい人5万といるよ、配信者228人いんだから今。俺は別にだって他人の人生に干渉するつもりないもん。嫌なら見るなっつってんの M。 別に俺お願いしたか？お前がどこの誰か知らないから。お前が勝手に見て俺が言ってること気に入らねえんだったら見るなっつってんの。うん、うちは客選んでるから。あと何発で旅に出ますなんて言ったこと一回もねえわ俺。一回もねえよバカ。一回もありません。自営業を受け入れられず安定した雇われが、全てだと思ってるのかな、アンチは。どうなんだろうね、わかんないけど。どうしても俺のことニートにしたいらしいよ、うん、どうしても俺のことニートにしたいんでしょ、うん、会話にならねえな障害者は。だったら会話すんなよ、おめえでは会話になんねえの、うん、一回もありません僕は。旅をするために花火くださいなんて言ったことは一回もありません。ないです。はい。ないです。うん、ないです、うん。ないです。全然コメントは大歓迎だよ。コメント大歓迎ですよ、谷さん。どこがブレてんの？どこがブレてんの？全くブレてないよ。全くブレてないよ。全くブレてない。全然ブレてませんけど。たけちゃんありがとう。うん。できればファイトって言葉を使ってほしいけどね。うん。俺は頑張る気ないから。うん。自殺しようとした子をどう思いますか？どうも思いません。はい。初見さんいらっしゃい、スカイウォーカーさん。楽しんでってね。もしよかったらフォローしてください。だからどこがブレてんだよ、具体的に言えよ、うん、具体的に言えよ。いや風船も大事なアイテムですよ。風船も大事なアイテムですよ。じゃあ1時間経ったんでアイテムタイムやります。もしよかったらアイテムください。2分間音楽流します。よろしくお願いします。応援してくれてる人はね少なくてもいいんで花火よろしくお願いします。それではアイテムタイムスタートです。俺ないよ。俺はないです。応援することはバカじゃないでしょ。ありがとうミカリいらっしゃい。気持ち悪いんだったら見るなよ。おめえが気持ち悪いよ。今カード残高ない。了解。俺の放送に向いてない人はブロックしますよ。俺の放送に向いてない人はブロックです。俺は行動家だから。俺は机上の空論大嫌いだよ。行動しか信じないから。アイテムよろしく。ありがとう猫屋さん、風船ありがとう。猫屋さんありがとう。ありがとうございます。ありがとうロビちゃん、花火ありがとう。ロビちゃん花火ありがとう。イエイイエイイエホイ。
いいね、花火はいいね。じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう。ロビさんありがとね。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供で、アイテムをくださったリスナーさんの提供で、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。花火ありがとう、モロさんありがとう、ありがとうございます。アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。はい、ありがとう。しょうもないね、本当に酒がうまいね。うん、ありがとう、まいちゃん。風船29個ありがとう。いやほい。いいね。まいちゃん、バーガーありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いいね。気持ちよく放送ができるね。アイテムをしてる人間は275人いて3人しかいない。わら。わずか 0.2%。0.2% でもいいじゃねえかよ。それ生活成り立ってんだから。だろ？ 0.2% でいいじゃん。何がいいの？うん。わー、豆乳めちゃめちゃ飲んでるね。大丈夫なのかな？豆乳は大好きなんだよね。牛乳は嫌いだけど。何が問題あるんだよ。何が。うん。あー、認めてくれるところを認めてくれるのは嬉しいね、みーちゃん。ありがとう。いや、アンチコメは別に書いてもいいけど。でも認めてくれるところを認めてくれるのは嬉しいよ。うん、俺のこと嫌いでも別にいいよ。全部好きになってくれなんて言ってない。全部見守ってさ。で、あー、和道の放送ちょっと暇つぶしになってっから、1ヶ月に1回、まあ1000円ぐらい投げてやるかとか。そういう感覚でいてほしいっすね。みんなに支えられて愛されてこの放送成り立ってるんで。うん。いや、ポケットの中に100円ぐらい入ってるから。子供じゃなかったら。生活保護でも100円でも200円でも入ってるの。それをね、ゲームセンターに使うのか、ワドンに使うのかですから。うん。少なくてもいいから、この放送好きだったらアイテムは投げてほしい。風船1個でもいいから。うん。運営の桜じゃねえよ。見てくれてる人のご好意だよ。失礼なこと言うんじゃねえよ。ご好意で成り立ってんだよ。配信だけで生活とかどうにもならない。俺はどうにかなってるから。うん。スヘお疲れ。スケボーやるよ。スケボーやるよ。全然やる、全然やる。うんちくじゃねえよ。事実だろ。食えてんだから。食えてんだから。スカウトの話どうなったんですか？スカウト来てますよ。うちの配信サイトで和道さんやってくださいって。まあお断りするところもあれば、お受けするところもあれば。それはでも別に俺が決めることだからお前には何の関係もないよな。そう、自由が一番大事。人間は自由になるために生まれてきた。ヘタレンさん、風船ありがとう。ありがとう。スケボーのおかげでだいぶ痩せたかんね。すっごいお腹へっこんでるよ。ありがとう、ガルーダ。いや、はい。風船ありがとう。うん、うちのリスナーは貧乏じゃねえんだよ。余裕のある人が花火投げてくれてんだよ。それでいいんだよ。フォローするのもコメントするのも応援なんだよ。バカが。おめえみてえにグダ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 文句しか言わねえやつなんかどうしようもねえんだわ。はい、ワード2。あーたいらっしゃい。生ポしかない？生ポしかない？生ポ受けねえっつってんだろ。うん、日本人の民度の低さだよな、これがな。スケボーどこでする？俺がやりたいところでやるよ。太もも内転筋になってますよ。あと足首と膝、うん、
あと全体的にこう、なんか傷んだりはしてないけど、こう、なんつうの、気持ちいい汗で全身でかきますね。全身で。同じ服、T シャツだけでこれで20枚ある。この服20枚です。全部真っ黒だよ、クローゼットの中。はい、応援するわ、したいわ、するっきゃないわ、してるわ、つって。ありがとうございます、ロビさん。剣坊さん、風船5個ありがとう。生ポカ刑務所がお似合い。社会向いてないわ、君。君よりは向いてると思うよ。君より向いてると思うよ。できるところではなく、いや、やりたいことしますよ、別に。あなたに何が関係あんの？君がやりたいことは犯罪。犯罪じゃないでしょ、別に。放送やってなんで楽しくおしゃべりして、どこが犯罪なの？筋肉痛っていうか、もう全身運動、筋肉痛はないっすよ。筋肉痛はないっす。全身運動で膝のクッションとか体幹バランスが悪いから。人に花火投げろとかおこがましいわ。花火投げろっつうのはお前が投げろ。お前が投げろ。あ、トビーいらっしゃい。久しぶり。いらっしゃい。とにかく俺は自由にやってるんだよ。で、自由を楽しむための放送なんだよ。で、その自由が気に食わないやつは、俺は戦ってないやつだと思ってるから。自由を手に入れるためにみんな必死になって戦ってるんだよ。やりたくねえことやって。な。努力も継続できねえやつがグダグダ抜かすな。俺は戦ってる人間が大好きだ。戦ってない人間で文句ばっかり言ってる口だけの人間は大嫌いだ。配信頑張るよ、ケンボ。ありがとう。風船10個ありがとう。運動神経悪いよ、俺。面白い、面白い。友達はいらないですね。僕にはファンがいるんで。はい。全然、価値観がずれてて構わないと思ってるんで。僕は億万長者になる人間なんで、配信で。億万長者になるような思考、マインドの高いやつ、志の高いやつしか友達にはなれないでしょうね。はい、別に、俺はそれで構わないと思ってる。おぼぼんさん、ワドンさん仕事つらい。戦争みたい毎日。戦争中だから。経済戦争だから。力蓄えて抜け出そう。俺は、自分でこの生活変えたいと思って、アルバイトしかなかったから、悔しくて稼げなくて、でも俺は今があるから頑張ってきて、こうやって支えてくれるファンがいて、ね、お金にも不自由しなくなって、俺は次のステージに行くから。だから一緒に頑張ろう。ファイトだよ、ファイト。毎日が戦いだから。もしその生活を変えたいと思うんだったら、自分で何か勉強するとか、何でもできるから頑張って。決まり事を守れない、大丈夫？俺は決まり事を作る立場だから。億万長者は10年以内になりたいなとは思ってるけどね。500万僕に投資をしてください。いや、投資をしないですね。俺は自分で掴んだ金っていうのは生き金だと思ってるから、それは俺がこいつだって思うやつに託す。こいつだって思うやつに使う。だから、そうやっておこぼれを狙うっていうのは自分で金掴もうとする精神じゃないよ。俺は毎日毎日花火一発いただくために必死になって何十時間もかけて配信やってんだもん。200時間超えるんだぜ、1ヶ月の配信ペース。だからおこぼれもらうような人生は俺を超えられないから。俺のリスナーだったら、ね、ミスタービッグさんね、俺のリスナーだったら、俺と同じくらい稼いでもらわないと、俺が困る。俺のリスナーさんも豊かになってもらいたいの。ガンガン稼いでほしいの。なんで配信で億万長者になるのか全然おかしくないでしょ。配信で億万長者になりたくて何がおかしいの？人の夢を笑うの？人の夢を笑うやつは恥ずかしいよ。鏡見ない今すぐ。夢叶えられませんって顔に書いてあるから。俺は夢は叶えるもんだと思ってるから。
人の夢を笑う資格なんか人にはないよ、うん、その薄汚い面を鏡で今すぐ確認しろ、うん、夢を叶えてるやつは夢見てるやつ頑張ってるやつを素直に応援するわ。お前じゃ無理だな。いや俺にはできるね。俺ならできる。俺ならできる。俺ならできる。砂糖入ってるよ。豆乳だね。コーヒーじゃなくて豆乳。麦芽コーヒーです。体にいい。俺気分屋だよ。俺気分屋。俺は気分屋。社会不適合者かどうか知らない。俺は、俺は知らん。俺は知らん。俺は自分のファンを大切にする。ただそれだけ。ただそれだけ。花火で億万長者になるよ。うちのリスナーさんでとんでもない花火師さん集めてバン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 毎日打ち上げて。甘いよ。砂糖入ってるから甘い、うん、バン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 いけますよ。これ好きだね。麦芽コーヒー。ココアが美味しかったね。ココア。自意識過剰でもないよ。俺は狙うっつってんの。うん。俺はどんなパンクが好きですね。僕はパンプと、あと古い J-POP とか好きっすよ。パンクと J-POP かな。あとミクスチャーとかハードコアとかその辺が好きですね。年齢的にあのスネイルランプとかブラフマンとかハイスターとかモンパチとかあの辺のメロコアブームだったんで、メロコアも大好きですし、ランショとか、そうそうそう、ランショとか好きですね。うん、ランショだったらさ、ギターリフだとこういう。ランショ好きっすね。ドラムやってますよ。僕はもともとドラマーですから、はい、ドラマーですから、はい、うん、懐かしいよね。俺アンドアウトカムジュウルブスが好きですね。あれはもうあの世に持ってきたいアルバム。もう世界で一番好きなアルバム一枚選べっつったらアンドアウトカムジュウルブスですね、うん、懐かしい。ティム・アームストロング、ラーズ・フレドリクセン。俺はラーズの歌声好きだけどね、うん、ラーズ・フレドリクセンかっこよかったな。生で見ましたよ。 DJ ヒカルがオープニングアクトやってて、かっこいいよね。サマーソニックとか一回も行ったことないね。ゼップ東京のワンマン行きましたね。なんかフェス系はあんまり興味が湧かないっていうか行ったことないですね。なんか僕汗かいたりとかするの苦手だったんで、最近は好きですけど。配信でドラム叩いたことありますよ。ありますあります。 DJ ヒカルってね、パンクの DJ を弾く人がいるんですよ。パンクだけの DJ を流すだけの人がいて、有名、パンク界では有名。 DJ ヒカルは「レディオヘッド」みたいのにランショのファンに囲まれた。あんまいい思い出じゃないですね。じゃあThank you.
まあ10年後は俺は億万長者になってるだろうね。10年後は俺は億万長者だと思うよ、自分で。そのために毎日努力してて、こんだけ努力してる人間いないでしょ、配信会に。まあ俺は掴もうと思ってるけどね。おやすみ。はいはい、おやすみ。ミキサービッグ頑張って。10年後は厄年なんで借金地獄かもしれません。どうだろうね。どうなんだろうね。俺は自分の人生がうまくいくようにしか思い浮かばねえつうか、うん、日々良くなっていく手応えしかないから。努力アピールじゃないよ、俺努力大嫌いだもん。努力は当たり前だと思ってるから、努力は当たり前のことだと思ってる。おやすみ、東北ゴリラさん。おやすみ。今月も気張ってこうぜ。いい、今月もじゃんじゃん稼ごう、みんなで。起きれる気がしない？本当に？ふわっちって元犯罪者か、現行犯罪者ばかりじゃない、生ポも多い、猿みたいなやつに噛みつけよ、日本中がありがたがるから。てか俺は別に罪を償った人を叩いていいっていうのは違法だと思ってるから、うん、前科があるのは別にいいんじゃないのとは思うよ、うん、その人が罪を償ったならね、刑務所とかで。法治国家なわけだから。もしくは今悪いことやってるやつをね、叩くっていうのは正義だと思うけど、過去悪いことやってしまいましたって、じゃあ過去ね、悪いことやったことない人がいるのかって言ったら、俺そんなことないと思ってるから。ワドさん、生活保護通知内納得のいかない録音どうするんですか、心配です。僕は払わないって言ってますね。で、異議申し立てをして、でその後裁判するっていうふうには言いましたけど、きっとできないっていう。いいんじゃないの別に。俺は自分で諦めようと思ってないから。俺は自分の夢をただ全うするだけっすよ。他人に言われて決めた夢じゃないんで。僕は自分で億万長者になりたい、配信で、こういう生活がしたいっていう夢があるんですよ。でそれは別に人様に言われて決めたことではないんで、自分との約束なんですよ。俺は自分との約束な、自分との約束を守るためだけです。うん、そう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 。だからその件についてはブレてないですね、モロさん。どうなんだろう、俺にとっては俺の今の、自分だと配信で億万長者になるっていうのは結構ハードル高いと思ってるけど、今達成不可能なことにトライしてるから、俺は自分の中で達成不可能なもの、うん、その夢っていうのが俺にとって今億万長者なんだよね、配信で。頑張ります。ありがとう、モロさん。社にはならないかな。千代子いらっしゃい。お前がしてる努力って何？配信を毎日続けること、起きてる時間を配信やることかな、うん、ファンとの共有時間の。
蓄えじゃない。年間で、年商だね、だから。年商を1億円達成したら、俺にとっては1億万長者。うん。年商でいい。うん。ヒカルさんもどうなるかわかりませんが、億万長者なのかな。ヒカル、YouTuber のヒカルさんは5億稼いでるっていう話だよね。でも、まあ、俺友達じゃない、知り合いでもないから、あんまりわかんないかな。まあ、すごい人なんだよね。YouTube の伸び率今ナンバーワンなんでしょ日本で。カリスマなんだよね。罪を償ってそれで叩いてるっていうのはただの、差別だからね。生放送で今億万長者一人もいない。一人もいない。ほら、配信の場合だと年商でもさ、原価がほとんどかかんないから、見入りがいいんだよね。原価率がほぼゼロに近いから。うん、だからそれ成り立つんだよ。そういう世界の。この世界はだから年商ベースでもいいかなと。要は現金が1億円俺のところに通過したら俺は勝ちだと思ってる。1年間で1億円稼いだら億万長者だろ。別にそこはおかしくねえだろ。そろそろマジで起きれへんので寝ます。また夢できたらいいな。和藤さん変な匂いがする夢俺が出てくる夢に出てくるように祈ってて。おやすみ。ねえ、楽しく見たよね、ガルーダね。ちょっとアンチ増えてきたからリスナー減らします。アンチ増えてきたんでリスナー減らします。かなこさんいい人だね、すごい。待ってたぜ。リスナー減らすぜ。クリスエスいらっしゃい。話を聞いてくれ、笑い飛ばしてもいいから。ブルースに取りつかれたらチェインギャングは歌い出す。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。騙したりするのはとっ
てもいけないことです。物を盗んだりするのはとってもいけないことです。それでも僕は騙したり物を盗んだりしてきた。世界が歪んでいるのは僕の仕業かもしれない。過ぎてゆく時間の中でピーターパンにもなれずに、一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。なんだかとても苦しいよ、一人ぼっちで構わない。キリストを殺した者はそんな僕の罪のせいだ。ことはかっこ悪いかもしれない。死んでしまうということはとっても惨めなものだろう。だから親愛なる人よ、その間にほんの少し人を愛するってことをしっかりと捕まえるんだ。だから親愛なる人よ、その間にほんの少し人を愛するってことをしっかりと捕まえるんだ。ぼっちが怖いから半端に成長してきた。一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。Thank you.
ありがとうございます。パチパチありがとう。パチパチありがとう。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた。僕は Daydream Believer そんで彼女はクイーン。でもそれは遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな。僕は Daydream Believer リバーソンで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた。僕は Daydream Believer そんで彼女はクイーン。ああ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 。ずっと夢を見て今も見てる。僕は Daydream Believer そんで彼女はクイーン。夢を見て安心してた。僕は Daydream Believer そんで彼女はクイまだアンチ減らないんで、もうちょい減らします。I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。 I love you 逃れたどり着いたこの部屋。何もかも許された恋じゃないから。二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような泣き声で、
チームベッドの上で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬようにに戸惑う弱気な僕と通りすがるあの日の影本当は見た目以上見たもろい格好がある止めど流る鮮やかな図よ消せど燃ゆる魔性の火よ何好きな人に出会う夏は二度とないは6時あとわずかで僕らは別々の道身は僕の少し後ろ涙ぐんで下を向き歩くやるせない思いだけで石ころ蹴飛ばしてみてもいつからなんだろう互いに素直にねまあまあ大切に思うほど大事なことが言えなくなってさよならバスはもうすぐ君を迎えに来て僕の知ることのできない奴へ身を連れ去ってゆくさよならバスよどうか来ないでくれないかやっぱり君が好きなんだCountry.
今日アンチ減らねえな。なんだろうな。心すれ違う悲しい刻まにため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きて行かなければ、人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人はまた傷ついてゆく。僕が僕であるために生き続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。口づけを交わした日は、ママの顔さえも見えなかった。ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね。ほら晴れは二人の隠れ家、秘密のメモリーをどこで壊れた。ドーフレームズうつむく日は見つめ合って指を
つなぎたら No friends 時が止まる気がした。君は覚えている夕映えによく似合うあの曲、黙り込む君がいつも悲しくて口ずさんだのに、今時は流れてセピアに染まるメロディーを、二度と戻れない Old Friends 他人よりも遠く見えていつも走ってた Old Friends あの瞳が愛しい。どこで壊れたの Friends、 うつむく日は見つめ合って指をつないだら Friends時が止まる気がした。二度と戻れない Old Friends 他人よりも遠く見えていつも走ってた Old Friends あの瞳が愛しい。
今私の願い事が叶うならば翼が欲しい、この背中に鳥のように白い翼つけてください、この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。今富とか名誉ならばいらないけど、花火が欲しい、子供の時夢見たこと今も同じ夢に見ている。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。写真を撮ろう、懐かしいこの景色とあの人同じポーズでおどけて見せてほしい、見上げる空の青さを気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くにあるから綺麗なの、約束した通りあなたとここに来られて本当に本当に良かったわ、この込み上がる気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないほど愛を込めて花束を大げさだけど受け取ってみるなんて聞かないでよね、今だけ全て忘れていで受け照れていないで、違法人か、子供たちが
空に向かい両手を広げ、高いな、ちょっと待って、子供たちが空に向かい両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私。あなたにこの指が届くと信じてた。空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人、行くんだ、その顔を上げて、新しい風に心を洗おう、古い夢は置いてゆくがいい、再び始まるドラマのために、あの人はもう思い出だけど、君を遠くで見つめてる、The Getty Ebbets in I'm awakening for now Journey, a never-ending journey. Journey to the stars. ご対応だね、ハートありがとう。少しずつ街の風も冷たくなってきたから、風を引きやすいあなたのことが気になります。冬の匂いが僕を通り抜け始めると、溢れるほど切なくて食いたくて、傷つきながらもがきながら、僕たちは死へという日を夢見て「いつかまたどうしようもなく」「寂しくなったその時はどこにいても何をかけててあげるから」「溢れてる言葉なんて捨て去ってしまおう」何もいらないあなたがいる
それだけが僕のすべて。だいぶ減ってきたな。よし、ミッション完了だ。ただいま。100人減らしてやったよ。ただいま。暑いな今日。ただいま。めちゃめちゃ暑い今日。ハートありがとう。あ、バルーンありがとう。音楽終わり。パチパチありがとう。ねえ君は覚えている。カルーダとカナコさんが戦ってた。なんで。いや全然ね、俺行動進行を読んでたからコメント欄読んでない。全然全然。古い曲はいい曲多いよね。名曲やっぱ J-POP いいよね。リカちゃん風船10個ありがとう。リカちゃんありがとう。静かに歌を聴こうと頑張りましたであります。昼間配信しませんね。最近やってるよ。全然かやこ全然やってるよ。J-POP はいい曲本当多いよな。やっぱ日本人の歌手はさ、歌物演歌なんだよね。ブルースなんだよね。ロックとかあんま向かない。こっちゃんね、ニューカマーでめちゃめちゃいい子だね。俺はこういうまっすぐな人好きだよ。コメントでねファンがつくってすごいよね。男らしい人はいいですね。全然男らしくないよ俺。めめしいぜかなこちゃん。俺はなんか間違ってるものに屈したくないんだよね。悪いことは悪いって認めないといけないといけないと思うけど、演歌ブルース意味わからん。わかんない。あの日本の古い曲って演歌じゃん。でそのブルースとすごい似てんの。だからに演歌はその洋楽で言うとこのブルースに値するのよ。だからそういうそのなんつうの歌詞とかよが合うんだよね。わかんなかった。歌謡曲ってことかね。歌謡曲が合う日本語は。最近金梅を尊敬してます。あ、そうなんだ。金梅さんすごい人だよね。金梅さんレジェンドだよ。昭和の人しかわからんかな。なんか部屋暑いな。
あ、ありがとう、山さん。ふわっち美人な人いっぱいいるよね。次何する？いや、俺雑談するだけだけど。スケボーやりに行こうかな。スケボーやり行こうかな。汗かき行く？アンチ蹴ってないよ。ブロック入れてないよ。天気悪い。嘘。マジで。いや、そうでもないけど。そうでもないね。うわー、風が気持ちいい。今日冷房いらないな。のんちゃん冷房消して。一緒に静かな歌をまったりするのもいいね。いいよね。ギターオリジナル曲とか作れるようになったら嬉しいね。即興で。音が体に染み込んできたらいいけど、これ弾いたらこのメロディー乗せようとかね。あー今日気持ちいい。のんちゃん、お願いがある。のんちゃん、ドライブ行かない？もう今日俺ね、もう1年に1回こういう時があるのに、年に2回ぐらいあるの。超好きなのこの風が。どっか遠く行かない？なんかなんかこう出かけたい。わかんないけど、なんか風が気持ちいい。すげえ好きなのこの季節。3日ぐらいしかないんだよ。下手したら年に2日とかしかなくて、このシーズン大好きなんだよ。外出てえな。もう大好きなのこの気持ちよさが。江ノ島か。月出てる？今日のんちゃん出かけようよ。いい？いい？ OK。 じゃあ一回放送切ります。ちょっと今日はね、夜散歩したいっていうか、街を歩きたい気分だわ。ちょっとまた後で。お疲れ様。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。